今日もとっても楽しい一日でした。嬉しいな、美味しいな、ついてる、何でも口に出してみることで必ず実現化します。褒められると人はまた頑張ろうと思います。先生も新しいメガネを買っていただきとっても嬉しいです。謙虚、感謝の気持ちを忘れず、初心忘れるべからずという言葉があります。誰でも毎日 100% 完璧であるはずもありません。今日もとっても楽しい一日でした。清らかな小川。美味しい。好きなことには力がつきます。明日も良い子の皆さん、引く宿題忘れたあなたはぷっぷーになります。